はいどうもこんにちは直ゆです。本日も数学の題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2011年度の東北大理系で主催された、えー、入試問題です。範囲は数三の複素数ですね。それでやってきたいと思います。A は実数で Z は0でない複素数と。で Z バーで共、えー、約複素数を表すと。でカ1は、えー、方程式解けっていう問題ですね。 次を満たす z を求めようということでえっ、ー、とえっ、ー、と分母払うと z の二次方程式になります。z 払って z の2乗をプラス z マイナス a イコール0という形で z イコール2分のマイナス1プラスマイナスルート1プラス 4a と。で a 実数ですからこの中はルートの中に複素数が入った場合は まあ基本的にその意味をなさないわけではないけどそれをもっと簡単にすることができる場合には、まあえー、とど,どうにかしなきゃいけないんですけど、A、これ今実数なので1たつ4、A、という値は,、えー、とこ,れはのこのルートの意味は通常の,その平方根の意味で、えー、取れますね。まあマイナスだったら、えー、とマイナス虚数になるっていうだけの話で、まあ、これは別にそのままでいいかなと思います。 つまりこれ自体がその複素数の、えー、値になっているので、えー、いいと思います。まあ、これそうですね、えー、この式は同値なので同値なのでまあこれでもいいかなと思いますけど a イコール0の時には2分のマイナス1プラスマイナスルート1となって、えー、とつまり2分のマイナス1プラスマイナス1で えー、つまり「マイナス1と「0」と出てきてしまうんです。でも「0」はもともと入ってないので、まあ、これを排除した方がいいかなと思いますね。つまり「えー、a」が0でないときにはこれで OK。で「a」が0の時にはマイナス1のみってことですね。「a」が0のときには z ス1のみというふうに分けて書いた方がいいかなとは思います。 もともとの二次方程式は z は0でないので、えー、z0 で割れるんですけれども、えー、と割れますけどまあ a が0の時にはその z=0 っていう解が出てきてしまうんですね。まあ、ちょうどねここで因数分解できてその z=0 が解になってしまうのであえて分けるっていうことですね。まあそうした方が安全かなと思います。 はいじゃあ2番にいきます一旦これ消しますここ2ですけど一、えー、からいきます一は z イコール x タス、えー、iy というふうに置きますで代入して計算をしましょうまずえっ、ー、と z 分母払ってこれも同じですね z は0でないって言ってるので zz バープラス z マイナス a イコール0という形に直して、えー、同値な式 なので、こういうふうに直して考えた方がいいですね。で、えー、これを代入します。そうすると、エックスの二乗足すイの二乗が出てきて、プラスエックス足すアイイと、マイナスエイイコールゼロですね。で、これはもう全部実部のところに入ってくるものなので、エイも実数つってるから、実部と虚部に分けると、エックスの二乗足すイの二乗足すエックスマイナスエイ プラス Iy イコール0となって実部と虚部がそれぞれ両方とも0になるということから、えー、y が0なので x の2乗足す x マイナス a イコール0が実数解を持てばいいということになります。y はなんか0になっちゃうんですよね。なんで、えーとまあ、実数解もちゃんと持ってるので、えー、と持つので、えー、と x が実数になればいいということで これで判別式調べてあげて1プラス 4a ですねが0以上ということで a がス四分の一以上であれば x は実数解になり y が0ということで x 足す iy という z 複素数がちゃんと定まることになりますというわけで a が四分のス四分の一以上というのが正解ですねはいまあこんなんでえっ、ー、と 型がつくんですけどもしかしたらこんなふうにやった人いるんじゃないかなっていうふうに思います。これ、えー、とおすすめするわけではないんですけれども、えー、ちょっと考えてみてもらっていいですかね。Z、バーをつけることによって強約複素数をつけるとこんなふうになります。A は次数ですからバーつまりも、えー、ともとの式この1番の式がこれ。でそれと。 えっと、同値なものですねこれは協約を取っただけなので、えー、互いに同値な式ですねこれは同値な、えー、っと式ですでこれとこれを変遍足しますそうするとえー、っとこれ順序か掛ける順序か変わってるだけなので 2zz バー足す z 足す z バーマイナス 2a イコール0ってなって2で割ると。 こんなふうになります。で、えっ、ー、とこれ平方関数の容量でこんなふうにすることができます。z プラス2分の1の z バープラス2分の1イコール a たス4分の1っていうふうにしてまあこれ円の形になるので z プラス2分の1の絶対値の2乗が a プラス4分の1ってなります。だから、えー、これがゼロ以上であれば z, z が存在するのでこんなふうにやった人いるんではないかなと思いますが えっとこれはどう判断されるかちょっと分かりませんがおそらく満点はもらえないですねえー、っとんでかっていうとまあえー、っとこれはあくまで必要条件にしか過ぎないからですつまりこの A と B が、えー、っと A が存在するような Z があるんであれば当然 B も存在しますこれは教約を取っただけなのでだからこれを A を満たす Z が存在する この、Z、が、まあえー、複素数で存在をするのであれば a とととと b の式は両方とも成立すするるがあるということですしたがってこれが成立しなきゃいけない。ということはここの半径は当然、えー、とまあ正か、まあ、もしくは00の場合は1点ス二分の1という点を表すのみですけど0以上な,ならないといけないので当然 A はス四分の1以上というのが必要条件として出てきます。 ただここれ十分かかどううっていいいととはおそらく言えないと思いますねつまりこの式を満たす z が、えーえー、これまあ円または点になるわけですけどこういう z が存在したからといってそれによってこれが成立する z が存在するってことは一般には言えないので、えー、とそれを別途証明しなきゃいけないんですけど例えばこんな例を考えてみると容易に分かるように。 一般論では言えないです。zz バーが i。で、これに協約取ったものが z バー z イコールマイナス i ですね。これ、両方足すと2倍の zz バーイコール0ってなるんですよ。つまり、えっ、ー、と、これは解として z イコール0が存在します。これは存在するわけです。だけど、この2つは a と b という等式は、えっ、ー、と、 副素数、z、存在しないですね、z z、バーって実数になるんですよ実数が i っていうことはありえないのでこの a と b という式はそもそも不成立なんです。でも、えー、足し算すると、えー、成立してしまう z=0 が成立する方程式が作れてしまうのでつまりここが成立するかだといって元の不等式等式が成立するような z が、えー、と見出せるかっていうと必ずしも見出せないわけですね。 だから、えーとまあ、これは必要条件としては、まあ、うまく出せる絞り込めるけれども十分性は証明することはできないのでとなるともうこの z=x と iA と置くこの一点に限ると思いますね。はいそれでやってみてください。まあ協、えー、約を取るっていうことは別に悪いことではないし例えばその連立方程式なんかを解くときにはその z バーなんか係数みたいなのは定石としてあるんですけど。 まあこの場合はうまく働かないですねはいそれじゃあ2番に行きましょう丸2の方で一旦消しますはいそれでは二の方をやっていきたいと思います、えー、これもいきなり z をかけちゃっていいです z をかけると z の2乗かける z バーの2乗足す zz バーマイナス a イコール0という式ができますねで zz バーの全体の2乗になるので まあ、z、z バーのこ二次方程式になるっていうのが見えますね。えー、z、z バーというのはこれ、えー、z、絶対値の二乗になるのでこれは実数になります。だからなんか t というふうに置きましょうか。そうするとじ、正実数になる0以上の実数になりますね。でも、0は、z は0でないので t は、えー、正実数になります。 ということはこの、うん、方程式を t の2乗プラス t マイナス a イコール0っていう形にした時に、えー、と t として実数回正実数回を持てば z は、えー、とこの変換によってこの式によって、まあ、要するにルート t の半径ルート t の円ということになるので確かにまあ無限に存在することになりますよね。えー、複素数は えー、複素数が存在すればいいのでつまりこの方程式が正の実数解を持てばその t に対して、えー、z が定まるっていうわけです。まあこう半径がルート t の円上の点ということになるので、えー、ここにまあいくらでもその複素数が乗っかってるから、まあ、全円全体になるわけですからこの点として z が取れるわけです。 だから、えー、とこの方程式がこれですねこれが、えー、正の実数解 t について持つっていうことが、えー、条件になりますそうすると、まあ、変数分離をして、えー、しかもこの左側の方程式ですねこの ft というふうに書いた時に、えー、t かっこ t プラス1ってなるのでこれイコール a っていうふうに考えれば二次関数でマイナス1と0ですね 交点に xt 接辺ですね。荷物二2次関数を考えてそれと y=a という交点がまあ、えー、t が整字数になるような点が取れるかどうかっていう話ですね。ここですね。だから、えー、y=a というのがまあ上側に取ってあげれば。 えと要するに正の値として取ってあげれば必ず交わることが分かりますで下だとここに交点はできますけどこれだともうダメですよ、ね、えっ、ー、ねここにできてもこれは t マイナスになりますんで t がプラスになるためには a が正でないといけないということが分かりますここを原点を取っているからですねしたがってまあここでぶつかってくれれば正実数の解ができるっていうことですこことぶつかってくれればというわけで A ののは正というのが答えと,いうことになります。えー、っとまあ変換をすればいいので、まあ、1番も2番も、えーまあ、難しくないかなと思いますね。と手法がちょっと違うんですけど、まあ、うまく気が付けるかどうかっていうところが鍵になるかなと思います。文章がすごく長く長い議論が続くわけじゃないんですけど、まあ、気付くかどうかっていう点でいうと。 標準的な問題なのかなというふうに思いますねはいというわけで2011年度の東北大理系の2種問題でした